さあ、次は金曜日です。船使ってもう一個の島に行こう。 We can do it。 これだよな、すべての動物をスキャンする。行くぞ。あ、そっか、松井なのか今日。お、ラロケットに船で行けば試験できるよって言ってるイルカ。来たー。やっぱ今日だったんや。よ、子供たち、子供いたんだ。ふえー、メンフクロウも気になるけどな。ホテル、ホテルが建設されちまう。めっちゃ感謝されるね。さすがに。やってることがやってることだもんな。おばあちゃま方。なんだ？一旦乗せてくれんか？行きたいです。よし、行こう。レッツゴー。これただで乗せてくれるの優しすぎるな。ここでどんくらいお写真撮れるかですね。イルカがいるっちゅう話だったので。ん？泣いてる。君が泣いてんのか。待って、これってさ、こいつじゃね？なんだっけ、なんちゃらなんちゃらう。取れ。あれ、来ない？ん？違うな。あ、いた。ほっ！これだ。あとイルカで、ヨーロッパ姫か。あ、違う違う違う。あとイルカで、ここはコンプリートのはず。イルカって確かこの裏にいたんだよね。おっす、ミゲル。うお、いた！イルカ。やったー。え、てか、ヨーロッパ姫もいるやんけ、そこに。よーし。これで、終わったよね、ビーチ。オッケー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 。あと、町のメンフクロウと、山の、山猫と、農場と湿地帯？農場と湿地帯ちょっとわかんないけど、まだ。ここもフクロウおるやん。戻るか。署名があと5個。戻ろう。え、この辺でさ、この辺の人たちに話しかけたら、もしかして、署名もらえたりしない？じゃっす。もらえはしないっぽいな。そこまでイージーじゃない。じゃあ一旦戻りますか。ちょっとお祭りそっちのけで。動物探しに奔走しないといけないけど。
よし、船に乗ります。ノースビーチはめちゃくちゃ嫌だって言ってる。ここだよな、ノースビーチ。めちゃくちゃだという言い方的には、お、あの人かな、彼かな、ファニーと違ったわ。ハイネバ、ああ、あの人か、あの奥の人ね。待って、お使いやってる場合じゃないんだけどな、僕。動物の写真を撮りに行って、署名を集めないといけないんだけど。あれ？この人じゃないの？ちょっと待って。ハイネバの友達にジェラートのプレゼントの話をする。ちょっとどこにいるっつってた？忙しい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 、フリーになってる。いえ、もう一回言って。木の近く、あ、向こうか。はい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 、オッケーオッケー。で、ビーチの民は、ビーチの民、ノースビーチがどうちゃらの人はどこだよ、どこだよ、どこだよ。ランランラン。いただきます。いえ。むしゃ。よし。ビーチの人どこ？ビーチの話してんの？中にいるわけないよな、でも。何？大木戸博士。この辺りじゃね？お、いるいる。あ、あ、いっぱい。ごめん、落ちてる。ファニート。うえ、助けるぞ全員。助けろ鳥居たちも。あ、みんなもしかして手伝いに来てくれてない？これおばあちゃん、博士、博士じゃない、ドクター、いや、君じゃないんだ。そう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 。島の人たちがみんなビーチをきれいにするために来てくれてる。はい、チーズと。山猫出てこない？出てきてないわ。お、山猫もいます。何？ペロリ。さあ、取らせてもらえるか。シャッターヒュー、いないんですよね。幻です。あ、よし、まあ今日署名の締め切りのだけか。そっかそっか。よし、町長に渡すぞ。
嘆願書です。今がチャンス。できました。セカラルの住人が声を上げています。署名もしました。ホテルはいらないと。おっと、汚い言葉いっぱい出てるけど、ゴミを片付ける完了です。おこです。行こう。何か怪しいね。全員が怪しんでいる。いたぞ。まず警察の方から。え、これ市長庁じゃないの？イネスってどこだ？上か。この中だよね、イネス。遠くから蝶々をスキャンする。ガシャリ。蝶々にちゃんと焦点合わせないといけないんだな。食べ物系のお店の人に人と話してるね、今のところ。ホラーのような動き。カシャリ。おう、教会の方に行ったわよって言ってるね。まあ、今教会に向かってんだね。みんなが教えてくれている。なげー、もっと急げ町長、もっとこそこそ急げ。堂々とすな。こっちかこそこそ勝手にしてるだけが。でも見つけちゃったよ。なんかもらってます。これ何かをもらってますよ、これ。建設会社の男から。どういう角度？ブリーフケースの中身が見えない。つまり？これ、お金じゃないんですか？
さあ。こちらです、署名。うん。あ！とんでもない。なるほどね。町長が。自首だ、自首。パコは逃走中？We can do it. お、明日が祭りなんだ。今日だと思ってたわ。よーし。